マトウダイは、マトウダイ目マトウダイ科に属する魚類の一種。口が前に伸びて、馬面になるが、体側面に、弓道の的のような特徴的な黒色斑を持ち、マトダイなどとも呼ばれる。地方名に、鏡台、発馬、金叩き、車台、門イ、バト、バトウ、月の輪、大場、本馬と、馬刀、馬とはぎ、ト刀、わしのいなどがある。官名は、 海法、別名に、円筒海法、日本魔灯台、月助魚などがあり、英語のドリーに基づく、タリ魚という言い方もある。本種は、英語で、ジョンドリーと呼ばれるがその起源は、はっきりわかっておらず、フランス語の、ジョーヌ・ディー・オリなど、由来については、諸説ある。一方、ドイツ語、フランス語、スペイン語など、他の複数の言語では、 キリスト教における十二使徒の一人、聖ペトロにちなんだ名前で呼ばれる。聖ペトロは、貢ぎ物のお金を、マトウダイの口から取り出したとする伝承があり、本種の黒色藩はこの時に付けられた聖ペトロの指紋に見立てられている。また、英語でも的に見立てた、ターゲットパーチという別名もある。マトウダイは、西部太平洋、地中海、インド洋。 東部大西洋に分布する海水魚である。日本の近海にも多く、本州中部から東、シナ海にかけての沿岸域に生息する。温暖な海の海底付近で暮らす低生魚で、群れは作らず単独で遊泳していることが多い。通常の食生は魚食生で、時折甲殻類や糖塞類を捕食する。産卵は冬から春にかけて行われ、 具体的な時期は地域によって異なる。卵は分離性浮き性卵で、飼魚及び稚魚は浅い海で成長した後、次第に水深50から150メートルの深みに移行する。成長は比較的遅く、生成塾には4年を要することもある。海底近くを遊泳するマトウダイ。細長く伸びた背びれの木膜と体側の円形国色飯が明瞭であるマトダイは、 左右に平たく、著しく側平たした、楕円形の体型を持つ。全長40センチメートルほどの個体が多いが、最大では90センチメートルにまで達する。口は大きく斜め上向きで、前方に素早く突き出すことができ、そうやって餌を捉える。稚魚の体はほぼ円形で、黒色を褐色の不規則な縦縞を持つ。 体の両側面には明瞭な縁取りを持つ円形の黒色藩が存在し、本種の大きな特徴となっている。目に似ていることから、目上藩とも呼ばれ、幼魚の時は鮮明だが生魚になると、やや不鮮明になる。同じ、ウダイ科に所属する近縁の鏡台は、本種とよく似た姿をしているが、黒色藩が不明瞭であること、頭部背側が、 やや緩応することなどで区別される。背びれの棘状は9から11本で、前方部の木膜は糸状に細長く伸びる。背びれ軟状は22から24本で、尻びれは4本の棘状と20から23本の軟状で構成される。ウルコは微小で、皮膚に渦漏れる。市場に並ぶマトウダイ。本種は、世界各地で食用にされ、 特に地中海沿岸とオーストラリアで珍重される。マトウダイはいわゆる白身魚で味が良いため日本を含む世界各地で食用として利用される。旬は産卵期の前で刺身、煮付け唐揚げフライ、鍋料理など様々な方法で調理される。肝の大きいため食用とされる。ありがとうございます。